マッカサン駅は、太陽国の首都バンコクと、ラーチャテイオイークにある、大国有鉄道東本線及びエアポートレール、リンクの駅である。1910年に、東駅から分岐して、バンコク港へ向かう貨物船が、1936年には、東駅と北本線チットラッダー王室駅との間を、短絡する、貨物船がそれぞれ開通し、以来分岐点として機能している。また、 1910年には、当駅に隣接して、大国鉄所属車両の検査、重整備等を行う、マッカサン鉄道工場が設置されており、入り出場車両も発着する。これらの分岐線への着発線や、工場への入り出場車両の操車のための側線等が、設けられており、広い構内を有する。この鉄道用地の一部は、エアポートレールリンクの建設に転用されている。 旅客古希施設は、片面ホーム、島式ホーム各一面を有する地平駅の構造であるが、本線部分は一面に一線のみの仕様となっている。二階建ての駅舎があり、1日あたり上下各10から12本、前後の旅客列車が発着する。本線の旅客古希施設は一線のみであるが、旅客古希施設の東方に交換設備が設けられており、 温泉列車同士の離合はここで行われる。また、エアポートリンクの開業に合わせて、東本線は東駅等、フわマーク駅までが、複線から単線に変えられたが、この区間はもともと信号が自動化されていなかったため、現在当たり駅とフわマーク駅の間は、通標閉塞方式による、単線非自動閉塞区間となっている。1九百八年一月十四日、 当駅付近を含む大国鉄東本線第一基区間、万国茶中にさお館が開通。1897年の大国鉄最初の路線開通に伴い、フワランポーン駅構内に鉄道工場が開設され、創業を開始した。その後、フワランポーン駅構内改良に伴い、1910年に工場が当駅へ移転。1927年には、 南本線と北本線との連絡線開通に伴い各線区の車両整備を担当することとなり、以来マッカさん鉄道工場は大国鉄の中央工場としての位置づけとなっている。第二次世界大戦中、マッカさん鉄道工場は連合国軍による主要爆撃目標の一つとなり、1944年と1945年に相次いで爆撃を受け、 壊滅的な被害を受けた。戦後は、世界銀行からの借款により復旧工事が行われて、機能を回復し、各種鉄道車両の検査、重整備のほか、一部の客車、貨車の申請も行っている。1990年代後期以降、日本から余剰となった、キハ58系機動車や14系、客車、24系客車等の鉄道車両が、 大国鉄へ譲渡されるようになり、これらの譲り受け車両の改造工事も実施している。なお、東鉄道工場内においては、写真撮影が禁止されている。2006年9月28日に開港した、スワンガプーム国際空港の旅客輸送を、主目的として、2010年8月23日に、正式開業二面四線の高架駅、東線、 麻生区駅及びバンコクメトロのペッチャブリー駅に近い。東本線の真っ赤山駅からは、鉄道工場を挟んで東方に離れた場所に、設置されている。東駅から、スワンナプーム駅まで、ノンストップの SA エクスプレスが運行される。また、パヤータイ駅から東駅を経由し、スワンナプーム駅まで、各駅停車の SA シティラインが運行される。 SA エクスプレスと SA t テラインは全く別の運賃体系となっていることから、誤乗を避けるため当たり駅のホームには仕切りが設けられ、両社の乗降位置が完全に分離されている。中間改札も設けられていないことから、SA エクスプレスと SA t テラインを乗り継ぐには、一旦改札を出て新たに切符を買い直した上で、再入場する必要がある。 バンコクメトロのペッチャブリー駅までは徒歩5分ほどであるが、パヤータイ駅のような連絡通路は整備されていなかった。そのため案内板に沿って路上を歩いて移動するか、本数の少ない無料送迎カートを利用する必要があった。2013年8月、高架歩道が完成し、MRT ペッチャブリー駅への徒歩移動が便利になった。 当駅からタクシーでスクムイット通り方面に向かう場合は一方通行のため大回りが必要であり交通渋滞や信号待ちの影響を受けやすいスワンナプーム国際空港のチェックインができる施設が併設されている2011年1月4日からタイ国際航空及びバンコクエアウェイズの便についてチェックインサービスの提供が開始された 2014年9月、s ウ a イエクスプレスの運行休止により、チェックイン施設の運用も停止している。ありがとうございます。